やみつき松本です。ということで本日ご紹介する商品はこちらの商品です。皆さんご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こちら DOD とボスのコラボ商品としまして、たっぷり飲むんじゃというね商品なんですけども、こちらが SNS を中心に非常に話題でですね、なんとか私もゲットできましたので、今回はですねどういった商品なのかというところを掘り下げた上でですね、実はですねこれ1ヶ月前ぐらいから話題になってる商品ですので、もうね諦めてるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私が手に入れた経緯ですとか、まだ間に合うのとか、どこに売ってたのみたいな情報をですねざざっとまとめてですね、どういった店に行けば見つかりやすいみたいなところまで掘り下げてお話ししたいと思いますので、動画最後までご覧いただければと思います。まずですねこの商品たっぷり飲むんじゃってそもそも何っていうところなんですけども、先ほどもちらっと言いましたけども、ボスと DOD のコラボということで、ボスのですねカフェベースという商品が7月の27日に新発売になりましてですね、それに合わせて展開されているキャンペーンということで、実はこれお金を出して買うものではなくてですね、ボスの製品を買うともらえるという商品ということもあってですね、非常に注目度の高い商品でありました。で、私もね当初から注目はしていましてですね、いろいろな店を巡っていたんですけども、私の住んでいる長野県ではですねなかなか見つからず、正直諦めていました。なんですが今回なんとかゲットするということの運びになりましたので、どういった店に売ってたかとかね、ちょっと動画の後半でお話ししようと思うんですけども、まずはこのね無料でもらえるたっぷり飲むんじゃという商品について、どういった商品なのか詳細見ていきたいと思います。本当はですねもう一種類ありまして、蓋が青いですねかまぼこテントと海をイメージしたデザインのもの、それからキノコテントと川をデザインした蓋が茶色いタイプのもの、それからタケノコテントと山をデザインした蓋が緑色のタイプのものということで、蓋の色と瓶に書いてある柄が違うという商品なんですけども、まあ、簡単に言いますとこういうねガラス製の瓶で大容量のコップといったイメージですかね。容量的にはですね 485ml ということなんで、 500ml のペットボトルがおおよそ1本スポンと入るかなといったところですね。今回ゲットできたのはキノコテントと川デザインの茶色いタイプの蓋と、かまぼこテントと海のデザインの青いタイプの蓋のものをゲットできたんですけども、私の行ったお店ではですねタケノコテントと山のデザインのものはもうすでにありませんでした。ということで開封したいと思います。せーのドーンということで、こんな感じで入っております。瓶の他にはですね説明書のようなものは入っておりませんけども、本当にガラスでできたものですので、ちょっとね取り扱いは注意かもしれませんが、ここにですね蓋が青いタイプのものに関してはここにねかまぼこテントが描かれていて、蓋が茶色いものに関してはここにタケノコテントが描かれているということで、非常にデザインもねさすが DOD といったところで可愛くてですね、何よりも無料でもらえるということでかなり注目度の高い商品です。このもらえる条件に関してはですね、すでにご存知の方もいらっしゃると思うんでおさらいはしておきますけども、その新商品になったカフェベース、これを2本購入でこちらが1個もらえるという、3種類どれでもガバッと展開されていて好きなものを選べるという形になっております。それとですねもう一つこちらですね、クラフトボスを4本買うと1個もらえるという感じでしたね。ちなみに私の購入した店舗ではですね、平台にこのクラフトボス、こちらが大量に陳列されていてですね、クラフトボスの好きなもの4本とカフェベースとかね2本どちらかを選ぶとこれがもらえるよって書いてあったんですけども、クラフトボスのブラックとラテしか置いてなくてですね、結果的にブラックはあんまり得意じゃないのでラテを大量購入するというね、結局2つ買ったのでラテを8本買わなきゃいけなかったということで、他の種類のねボスの飲料とかもなかったんですよ。売り場ではですねこのねストレートティーとかもいいですよとか書いてあったんですけど、このストレートティー自体が見当たらずですね、私ストレートティー今ハマっててかなりこれは在庫あってもいいかなと思ってたんですけど手に入らず、クラフトボスのラテだけを8本買ってくるというね、あいつラテパーティーでもするのかよぐらいの勢いでしたけども、条件付きでこれが無料でもらえるということでした。具体的な商品を見ていきましょう。ここは細かく説明するまでもないかもしれませんが、瓶になっていてちょっと大きいタイプで、容量は 485ml なんで 500ml の飲料が入ると。それにこの蓋がついているんですけど、私ここ蓋閉められるもんだと思ってますけど、回転させても閉められるものではありません。で、上にストローの穴がついてますので、ストローを入れてそのまま飲めますよというところと、あともう一つですね、この蓋部分が下に置いてコースターにもなるよというところで、2種類の使い方ができるという、まあ非常にシンプルな商品ですけども、このねちょっと可愛い感じで、中に例えばメロンソーダとかね、ちょっとトロピカルな色合いのものを入れるとかなり映えるということで、 SNS を中心に話題の商品でございます。
でですね、もうこれ手に入るよって言われ始めてからですね、1ヶ月ぐらい経っております。長野県内ではですね、どこを探してもですね、当時はなくてですね、もう自分の中では諦めていたんですけども、お盆明けに再入荷した店舗がかなりあるということで、今回私もですね、いろいろ SNS を中心に情報収集しておりましたので、ダメ元でですね、再度パトロールしてみたところ、なんとかゲットできたというところなので、まだ買えるかというところなんですけども、実際は逆に今がチャンスというところでございますので、前回ね狙っていたけど全然手に入らないよということで諦めていた方ですね、ちょっと今逆にタイミングだと思いますので、気になっていた方、諦めていた方、ぜひねお店を再びパトロールしてみていただきたいんですけども、具体的にねどの店に売ってるのというところですね。私が今回購入したのは地域で一番大きいイオン系列のね一番大きいところの店舗に売っておりました。ただその店でもですね結構外れたところにペットボトルごと陳列してあったので、ちょっと見つけにくい印象はありましたけども、普段の売り場にはなかなかないかもしれませんね。 SNS 等で拝見する感じだと、その段ボールで専用の特設コーナーみたいなのを作ってあって、そこにカフェベースとかと一緒に置いてあるっていうことが多いように感じました。で新商品のね抹茶ラテもボスで発売されているので、売り場としては作りやすいかなとも思うんですけど、今回も抹茶ラテ近くにあったんですけど、この DOD のねたっぷり飲むんじゃの対象商品のポップに抹茶が入ってなかったので、ちょっと怖くて買えなかったんですけど、もしかしたらそれも対象になるのかもしれません。で売っているお店なんですけども、簡単にまとめますとですね、イオン系列のお店、それからイトーヨーカドー系列のお店で主に展開されている印象でした。中京方面名古屋とかそちらの方の方ですと、アピタピアゴの関係のお店ですとか、あと全国的に大きいところでいくとメガドンキーさんでも購入報告かなり上がっているように感じました。なので比較的ローカルなスーパーでも購入報告ないわけではなさそうですけども、より確実なところを目指すんであればイオンですとかヨーカドーさんあたりを狙っていくのが一番いいかなと思います。特典の個数は一応17万個限定ということで言われておりまして、なくなり次第終了だと思いますけども、今回のようにですねちょっと展開の日をずらして展開する可能性もありますので、まだね手に入れてないという方はぜひね諦めずにですね情報を追っていっていただければと思います。まあなんせ無料でですねこの可愛さのアイテムが手に入るということなので、注目度はかなり高いと思います。簡単に今日の内容をまとめますと、8月の中旬にも再入荷があった模様ですというところですね。で販売されている店舗としてはイオン系列ですね、マックスバリューさんとかもそうですし、それからドンキホーテさん、それからですねイトーヨーカドーアリオさんの系列、それからカインズホームさんとかでもね手に入れたという報告もあるようですので、そちらの店舗が近くにある方はですね、一般の売り場というよりはどちらかというと特設のね売り場みたいなのが設けられて売られていることが多いようですので、段ボールで配置されている場合ですとか、冷ケースにねドカンとクラフトボスが並んでいてそこの上に置いてあるですとか、そういった感じで置いてあることも結構多いですので、普段見ないところまでですねくまなく、探してみていただければと思うんですけども、ただね私の住む地域でもある店舗とない店舗、同じイオンでも当然ありますので、より大きい店舗に行った方が可能性としてはあるかなとは思いますけども、先ほども言ったようになくなり次第終了ということですので、このね動画を見た方でですねこれ狙ってたけど全然手に入んないんだよという方はですね、先ほども言った店舗の地域でねより大きい店舗に突入してみてですね、探してみればですねもしかしたら見つかるかもしれませんので、私は買いましたということでご報告と、現状でも手に入るのかというところ、それからどこで手に入るのかというところをまとめてみました。このようにですね雑誌の付録ですとか無料でもらえるねアイテムとかですね、皆さんが気になるような情報をまとめてですね、皆様のアウトドアライフに役立つような情報を発信していきたいと思います。それから普段はですね100円ショップのアイテムですとか、ワークマンさんのアイテム、雑誌の付録などですね、キャンプをこれから始めたいという方、それからキャンプ初心者の方で何を買っていいかわからないという方ですね、こういった方に向けてですね情報発信していきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ここに売ってたよみたいなね情報ですとか、リアルタイムの情報が大事だと思いますので、ぜひねこの動画のコメント欄を掲示板のように活用していただいて、情報をね共有してもいいよっていう方いらっしゃいましたら、ここの県のここの店に売ってたよみたいなねコメントいただきましたら、探している方の参考になるかもしれませんので、この動画を見た方はねぜひねコメント欄で他の方の購入状況などもね確認してですね、皆様にこのたっぷり飲むんじゃが行き渡りますような動画になれば非常に私としても嬉しいです。ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。